Aferin. Tekrar edin. Aferin. Hadi ama ne kadar sıcak hadi. はい、ありがとうございました。それであのちょっと何個か質問させてもらいますんで、答えたい人は手を挙げてもらっていいでしょうか。山笠のどういうところが好きか言える人手挙げて。はい、マニアックなね、あの制度機が好きっていうのが素晴らしいですよ。はい、はい。山笠の好きなところは走るところです。あの山笠、ね、どっちでもいいんだけども、はい。それじゃあね、もう一つ質問しますね。今日一番時計、はい、一番早いタイム、一番速い山はどこだと思いますか。はい、高山です。約束通りの答え返ってきて安心しました、ね、ありがとうございます。それじゃあもう最後にね、大人になっても山笠に出るよ、参加するよっていう人はみんな手を挙げてください。はーい。あ、女の子はね、ちょっとね、いろいろあります。はい。それでは、紹介の方を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。じゃあここは年長の君に、どういうところがいいですか。献身で一緒なのに、なんか小学校とかでもね、あ、見かけたんだよね。かっこいいところです。なんか後ろからささやきがちょっと聞こえた感じがしますけども。はい、
それではね、もう一つ質問します。山笠さんに参加するきっかけは何だったでしょうか。どうして山笠さんに参加することになったんでしょうか。手を挙げて言える人。はい。私は暑い。じゃあここはあの年長の2番目の君に。お母さんに勧められました。いや、いいと思います。いいお母さんですね。はい、大事にしてください。じゃあの今日一番早い山は北大国流れだと思う人手を挙げてください。はーい。微妙な感じになる。ここみんな手を挙げてほしいですね。こいつ愛想悪いな、はい、外でやると。ほら。それじゃあの最後に、熱中の君から北大国流れ、頑張るぞ。ポンって締めてください。シャワー浴びたんじゃないんだよこれ。北大国流れ、頑張るぞ。おお。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上で北大国の流れ紹介になります。ありがとうございました。人数はちょっと少なめなんで長めに喋って大丈夫ですから、お名前とお年を言って隣の人に渡したいです。酒井高内です。11歳です。藤川真人です。11歳です。後藤は新歳です。吉岡新一です。9歳です。三田玲奈です。11歳です。木村慎子です。5歳です。あ、1週間です。吉岡しえりです。5歳です。みんな遅れて遅れて。村真花です。3歳です。小川ほかねです。ゆき10歳です。はい、皆さんありがとうございます。それじゃあね、今日終わった後、名古屋では何を食べるんですか。あー、来た、恥ずかしかった。ごめんなさいね。恥ずかしいね。山笠さんに参加、はい、はい、どうぞ。おまんじゅう、おまんじゅう、おまんじゅう、名古屋でおまんじゅうね。あー、いいと思いますね。今日、山笠さんに皆さん出てますけども、あのどうして出ることになったか教えてくれますか。今0.2上がって、うわ、30度。まだ30度上がってきたよ。なんとなくね、はい、いいと思います、はい。今日一番早い山はどこだと思いますか。それじゃあ一番年長さん2人行ってね。ここにいい男衆2人、11歳コーディーがいるからね。せっかくだから、よし、最後ね、旅行の中で一番時計取ったらなってでっかい声で言って、締めてください。はい、どうぞ。
に悪戦力をかけられた山川は、平行幅と言われる赤い旗を中心に回って、国道3区の補正に向かいます。これを制御員と申しまして、山形のスピードを落とさずに、いかに正確にコントロールしたら、周りに出ることができるか、その技術が、あれじゃなく、あれじゃなくの腕の見せ所の一つでありまして、後ほど、その使用時間を発表いたします。本家である畑崎の山形では、この制御幅が3カ所ありまして、1つ目は、下地域の境内にて山形の行動、2カ所と3カ所目は、本堂寺と同点前に山形を行動します。初めてでも、これに長い飾り山のある一枚通りを経営にいただいて設置しました。一番山形の境中では、西洋を回り切ったところで岩井センターを歌うため、このバスタイムを取って1分早く旅立ちます。追山終了後は、ここ駅前通りにおいて、追山時計、つまり天候室に用意した時間の発表と、持ち負けを行い、最後に追山の締めとして1本を行います。ご覧の皆様には、お子様連れの方や写真を撮られる方もおられると思いますが、非常に危険ですので、絶対に車道に出ないようお願いいたします。それでは